では、愛する二人のセックスの授業ということで、今日は幸せなセックスしてますかのところで、性感染症って他人事だと思っていないのところを読んでいきます。カウンセラーの方の本なので、まあ、若干ね、スピリチュアル的な要素が入ってます。そこをちょっと、意識しながら、理解していくといいかと思います。はい、性感染症 STD は、セックスになるセックスなどでうつる病気のことです。知らないうちに感染して気づいた頃は症状が悪化しているというケースが多いのです。でも正しい知識を身につけ、予防さえしっかりすれば避けられるものですから、闇雲に恐れることはありませんということですね。そうね、予防してもね、でもうつることもねあるんですよね。うん、そのくらいね、本当は甘くないんですね。うん、結構コンドームがすごい万能のように言われてますよね。割と教科書的なものだったら。でもね、教科書以外の知識、例えば風俗嬢さんのように、もう性的な、接触が日常的な人の本によるとね、コンドームだけでやっぱり防げないものがあるらしいですよね。うん、はい、基本的には、男性も女性も爪を短く切る、手を洗う、シャワーを浴びるなど、体を清潔に保つことが大切です。そしてセックスをするときは毎回コンドームをつけましょう。これで大半は予防ができます。まあ、体を清潔に保つってことは、まあ、割とね、まあ、ただのマナーだと思いますね。現実的には。で、セックスを毎回つけましょうというのは、まあ、セックスをね、コンドームを毎回つけましょうというのは、まあ、コンドームをつければ、感染の予防ができるということを信じた上での多分文章だと思われますね。うん、まあ、予防ができるものも大半ですが、実はね、予防ができないものも残念なことに、残念ながらね、あるということで、コンドームが万能じゃないってことはちょっと抑えておきますよね。もし、性器にしこりやブツブツがある、おしっこをすると痛い、織物の色や匂いがいつもと違うなど、もしかして病気という症状があったときはすぐに病院に行きましょう。早期発見、早期治療が鍵ですよ。よく知られている性感染症の一つに HIV、人免疫不全ウイルスによる、感染症であるエイズがあります。性液や膣内の分泌液、血液などの体液がセックスで体の粘膜に接触することで、感染します。放置すると何年もかけて体の免疫力が下がり、健康な人ならかからない病気にかかったり治りにくくなったりします。怖いですよね。まあ、できればね、一生なりたくないっていうのは、この病気が原因でね、例えね、死に至らないとしても、今ほら薬の開発とか、でも薬を飲まなきゃいけないとか、何かとその病気にかかっていることを気にして、生活しなければならないとか、生活の質、ね、クオリティは明らかに下がると思われますよね。うん、それを考えるとね、できることならやっぱりなりたくない。はい、患者数が増えているのは子宮頸がんです。子宮の入り口にできるがんで、ヒトパピローマウイルスというウイルスの感染が原因です。これは珍しいウイルスではなく、1回でもセックスの経験があれば誰でも感染する可能性があります。と、先ほどですね、コンドームには防げない性病があるって私言いましたけど、それがね、このヒトパピローマウイルスらしいんですね。どうしてコンドームで防げないのかまではちょっとよくわからないけど、ねえ、コンドームが万能だと思いたい。でもそうじゃないんですよね。ちょっと調べときますね。このなんでコンドームで防げないか、ヒトパピローマウイルス、
しかもこれ男性の場合は そこまでないかもしれないけど、女性の場合はね、子宮頸がんとかになる可能性があるから、がんだから怖いですよね、やっぱり、がんになる可能性があるウイルスってなってくると、そんなね、とんでもないって思っちゃいますよね。また、性器クラメジア感染症も感染する人が増えています。クラメジア、トラコマティスという病原体によって粘膜に炎症が起こる病気です。放置すると炎症が広がり、女性の場合は不妊症の原因になることもあります。その他、隣近感染症や梅毒、性器に水疱やイボ化できる性器ヘルペス、線形コンジローマ、性器のひどい痒みに悩まされる性器カンジダ症、膣トリコモナス症など病気によって症状は様々です。性器質第一菌になる症状は放置しない、カウンセラーの方なので、割と何ていうのかな、風俗嬢をやってきたか、女性に比べると、どちらかというとね、綺麗なセックスの綺麗な面と、あと教科書的な学びをしてきた方だと思われるんですね。だから、ただ清潔に保つというね、ことだけではね、防げないというね、その性感染症の闇っていうか、現実はそんな甘くないよということに関してはちょっと多分ね、教科書には載ってないんで、ね、知らないのかもしれないですね。もう現実は、実はね、コンドームで防げないものもあるということでね、そんなコンドームを万能だと思わないことも大切だと思いますね。はい、そんな感じですね。一番いいのはね、交渉前に2人で性病検査に行くことだと思います。それがもう一番だと思います。でも大抵はね、そのことしないですよね。ね、性病検査をしてからしかエッチしない人っていますか？ね、それなりに、ね、教育をちゃんと受けて、その上で、すごいし、ね、きちっとしたそうじゃ、ね、性格の人じゃないと、なかなかね、そこまでちゃんとしたことはしないと思いますね。一般的にはね、コンドームで予防しようという人がほとんどでしょうね。はい、コンドームで大抵のことは予防できます。しかし、コンドームだけでは、コンドームでも、さえもね、予防できないものもあるんだよということはね、あらかじめ知っておきましょうかね。はい、よかったら、チャンネル登録お願いします。